赤チコリーとも言う。要菜類として栽培され、白い筋の入った赤色をしている。苦く、スパイシーな味で、グリル、またはローストすると柔らかくなる。ガイウスプリニウスセクンドゥスは、ラディッキオは、血液の浄化や、不眠症に対して有益である旨、博物誌の中で述べている。実際に、ラディッキオは鎮静剤。 鎮痛剤として作用するラクチュコピクリンやフラボノイドの一種で、あるアントシアニンを含む。近代的な栽培は15世紀に、イタリアのベネト州、フリウリベネツヤジュリア州、トレント自治県で始まったが、今日の深い赤色のラディッキオは、1860年に、ベルギーの農学者、フランチェスコ・ファンデンボワーが作り出した。ラディッキオは収穫の後、暗い部屋の水中に置かれる。 こうすることにより、光の欠如とクロロフィルの生産阻害のため、緑色の色素が失われる。ラディッキオの品種の名称は、その起源となった、イタリアの地名に由来する。アメリカ合衆国で最も広く入手可能な品種は、ラディッキオディ、であり、エビ茶色で丸く、グレープフルーツ程度の大きさである。ラディッキオロッソディトレビーゾは、大きな赤いベルジャンエンダイブに似ている。 生産方法が特殊で、生産地域も限定されており、パドバ、ベネツヤ、トレビーゾがイグップの対象とされた。さらにタルディーボや白色のラディッキオ・ディカステル・フランコ等は、花に似ていて陶器にしか入手できない。ベネト州のラディッキオ農家は、タルディーボを含むいくつかの品種に対して、原産地名称保護制度の適用を目指している。 イタリア料理では、オリーブ油でグリルしたり、リゾット等の材料として食べる。またパスタ、シュトゥルーデル、タプナード等にも用いられる。他のチコリーと同様に、その根をロースとして引くとダイオコーヒーになる。伝承によると、ダイオコーヒーとして長期にわたりチコリーの摂取を続けると、時間の経過とともに、視力の減退や他の長期的効果を伴って、 人の網膜組織に損傷を与えると言われる。しかし、科学的な根拠からは肯定も否定もされていない。チコリーの根には、タンジー等を含むヨモギギク族に含まれるものと似た、揮発性油が含まれ、同様に海中の除去に効果がある。植物のすべての部分に、このような揮発性油が含まれ、毒性成分の大部分は根に集中している。研究により、 家畜がチコリーを消化すると、海中の害が減少することが明らかとなり、飼料の添加物として広く用いられるようになった。チコリー品種の研究、開発、生産を行っている企業はわずかであり、その多くはニュージーランドに所在している。ありがとうございます。